おはようございます。6月23日、火曜日ですね、腕の日ということで、はい、今から最後セットですね、2セットでやっていきます。ということで、はい、すごく晴れてますね。で、3セット目といっても、ジャイアントセットですね、二頭筋で4種目、三頭筋で4種目ですね、合計8種目8セット、今から最後セット。やっていきます。ちょっと長くなるんでまだ編集しないんで、すいません。また、飛ばしてとか早ましで見ていただけると嬉しいです。はい、最初は、コンセントレーションカールですね。はい、肩も15キロです。はい、これ10回目標でやっていきます。やっぱり左の方がね、弱いですね。はい、次が、フレンチですね。イージーバーで、はい、ダンベルでやるよりか全然、肘の負担増しなんでね、これで26キロですね。はい、これで、はい、エクステンションしていきます。ちょっと見えないですね。はい、1、25回、はい、終わりにしました。はい、よいしょ。はい、次ですね。はい、今度はじゃあインクラインカーですね。はい、仮にしたそこまで30度ぐらいしか上げれてないんですけども、はい、これで片方10キロで、はい、やっていきます。腕ストレッチ意識して、はい、しっかり伸ばしてやっていきたいと思います。14回終わりました。はい、次がこのままですね、インクラインの状態で、ライングエクステンションですね。イージーバーで、はい、26キロです。やっていきます。17回まで上げて、最後の3回はナローで上げてゆっくり、ネガティブで効かせてください。
合計20回終わりました。もうすでにちょっと握力が、はい、ちょっとパンパンになってきますね。次が、その、このイージーバーですね、カールで。次、カールですね。同じく26キロ、10回。目標で、やっていきます。はい、10キロでダンベルでキックバックですね。はい、これ20回目標でやっていきます。まあ、自分ちょっと休憩短めでやってるんですけどもね、普通のね、動画撮らないときは、当然1本から、なんとか2分近くね、息が収まるまで、できるだけ、インターバル取るようにしています。じゃなくて、苦しいばかりで、続かないんで、はい、ただ、2分以上はあんまり撮らないようにはしています。ハンマーカールですね。はい、同じく10キロで、片方15回、オルタネイトですね。はい、合計30回、目標でやっていきます。はい、合計30回終わりました。はい、最後ですね。最後は、三頭筋、このチューブで、はい、しっかり伸ばしてやっていきます。はい、合計8種目ですね。8種目ちゃう、4種目4種目で8種目か。はい、でこれを、はい、3セットやりました。こっちくらいですね。はい、ということで、はい、今日もしっかり腕パンプアップしたかなと思います。はい、火曜日ということで、はい、まだ1週間ね、始まったばっかりなんですけども、はい、しっかりまた、はい、仕事の方にも感じをして行っていきたいと思います。はい、それではご視聴いただきありがとうございます。行ってきます。